んちゃ。こんちゃ。こんちゃ。さあ、モナさん。はい。メジャーに渡った。はい。今、要注目の選手といえば。言えてない。要注目の選手、誰ですか？いや、もうそれはもう、やっぱり野茂英雄選手ですよ。あー！違います！違うんすか？違います。野茂選手も好きですけど。いや、そこのボケはなんかつまんなかった。全くもってなんか、ボケになってないもんな、なんか。野茂選手ではなかったですね。ちょっと、これは野茂選手にちょっとね、お詫びを申し上げたいと思いますけども。失礼しましょう。はい。違いますよ。大谷さんですよ。大谷さん。大谷さんね。大谷さんですよ。はい。大谷。あのさ、お前らさ、無理やり笑いに持っていってる？いや、持ってってます。いや、それは持ってってますよ。なんか無理がある。無理がありますよ。マジっすか？難しいっすね。いやもうそんな、もう。笑い難しいっすね。形はもう関係ないんで。笑い難しいと思うけど。難しいっすね。大谷さん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 じゃないです。大谷さん。ありがとう、いい薬です。大谷さん。はい。大谷選手ですよ。大谷選手、復帰ね。しまして、もう、ま、立ってますけど、何日か。はい。ここ、何打席かもう、見てきてますけども。はい。いかがですか、伊藤さん。今、ま、バッターとして、ま、もう DH として指名打者で。あの、引っ張った人もなかったんだね。ああ、確かに。どっちかっていうと。最初はもう、流しばっかりで行ってて、ああ、これ状態上がってこないなって思ってて、まあ、ごまかして打ってるな。流したホームランも打ってるけど、まあ、たまたまだろうなって思ってたのね。これもテレビで言ったんだけど、サンデーモーニングかな、で言ったんだけどさ、引っ張って打てるようになったら状態上がってきますよって。早速昨日打ち上がってきました2号のね。お前聞いてたんかいみたいな。分かっとるわみたいな感じでホームラン打った。あ、もうこれで大丈夫。あ、これで大丈夫。完璧すぎますよ、なんかもう。なんか、いや、でも大谷がそれをやっぱりこう自分の中でも意識してたのかなって思うね。やっぱね、これ原監督とも話をしたんだけど、左バッターで引っ張れないやつはその役にも立たないっていう。いや、そうなんだ。実際に流してるだけで怖さもないし、大体1、2塁間が空くケースが多いよね、1塁ランナーで。そこでやっぱり狙えないとチャンスも広がらないし、ちまちま流してるようじゃダメなんだ。だからそういった意味では、大谷が引っ張れたということは、これはもう状態上がってくるし、まあ、大谷の場合っていうのはどこでもホームラン入るから別にいいんだよ。いいんだけど、やっぱ体のキレとかポイントとかいろいろ考えた時に、やっぱり引っ張れるポイントを掴んだということは幅ができたということ、流すっていうことは手前っていうこと、ポイントはね、これしかなかったんだけど、これがポイントが広がったということは状態が上がってくるっていうこと。わかる？単純に考えたら。わかりますよ。だからこれからもう大谷は心配ないと思う。あと怖いのはデッドボールと、あいつはね、一塁ベース特にそうなんだけど、ベースの踏み方が下手くそだわ。ベースの駆け抜けとか、駆け抜けもそうだし、急に対応するときにやっぱ下手だな。踏みどころが、場所っすか、踏むベースの土踏まずで大体引っ掛けなきゃいけないんだけどさ、あいつはね、つま先かね、どっちかずれるんだよ、前か後ろかに。前だとアキレス腱伸ばす確率が高いし、はい、後ろだとひねる可能性がある。なるほど。だからね、この前もなんかあったよね、セカンドゴロ打ってトスしたんだよ、ピッチャーが。そしたらファーストがセカンドが取るもんだと思って、ピッチャーゴロだと思わないでこうやって見てたんだよ、ゲッツーかなと思って。そしたらパーッとトスしたんだよ、一塁に。そしたら見てないからスルーするよね。それを見て慌ててセカンドに行こうとするんだけど、あの時のベースの踏み方でも危ないわ。だからそういうちょっとした技術なんだけど、そこもうちょっと勉強しなきゃなんだよな。もうバッティングはね、もうこれで大丈夫だから、ああいうそういう細かいところ、怪我ですよね、怪我。一回ありましたよね、デッドボールちょっと右肘に当たるみたいなのも。ああいうのもやっぱ怖いですね。ドキッとするよな。あれはもうちょっと怖かったですね。まあでも、手術したばっかりでも、復帰してきたっていうことは、まあある程度、投げるのは良くないだろうけど、思いっきり腕を振るとか、まあ衝撃にも強くなってるだろうし、まあそれは大丈夫だと思うよ。当たりどころにもよるけど。だけどまあデッドボールは誰でも怖いよね。やっぱ大谷選手とかだと、やっぱこう内角攻めとかも結構。いや、もうバッター一本で来ると、そういう可能性がある。そういう意味でも怖いですよね。
まあ、もうしょうがないな、これはもう勝負してるんだから。だから前も言ったことあるデッドボールが結構増えてきてるって言ってたじゃないですか、その、ね、フライボール革命の影響で、インサイドをね、そういう意味でもなんか、いや、インサイド攻められると思うよ、これから。でもね、最近ね、はい、AI が弾き出してる、そのデータの裏を書いてるな、バッターが。そういうバッターも出てきてる。だから統計的にはこうなんだろうけどって、はい、だけど、はい、じゃあこっち空いてるんだったらこっち打てみたいな、もうね、いたちごっこが始まってる。ああ、もうやり、だから AI をさらに逆手に取って、いやもうそうなってくるともう AI も多分追いつかなくなる、まあ、逆に面白いですね、ちょっとそれはだからもうね、ちゃんとしたポジションに落ち着くんだよ、結局だからあれがやっぱりベストだみたいになりますかもわかんないんだ。あ、まあ、それはそれで面白いですけどね、まあね、あ、結構最近このメジャーの日本人ピッチャーの活躍が結構僕個人としてはなんか目立つなっていうイメージなんですけど、精度がいいの、あ、ダルビッシュ投手とか前田健太投手とかも、あのね、ダルビッシュと前田健太を比べた場合に、はい、何が圧倒的に違うかっていうとやっぱコントロールなんだよ、うん、ダルビッシュの方がまっすぐは速い、ボールは切れる、はい、スライダーはもう曲がるみたいな、はい、持ってるものはすごいんだけどさ、やっぱ肘の手術をしてから、はい、多少制球難になってるよね、抜けたりだとかさ、はい、引っ掛けたりだとかさ、で前田健太っていうのはもう日本の時からコントロールだけは良かった、まあ、もちろん球も力あるよ、でもやっぱ思うけどさ、マー君でも大崩れしないっていうのはさ、はい、やっぱコントロールだよ、だってその3人の中のポテンシャルっていうのが一番高いのはダルビッシュだ、はいはい、だけど最近コントロールに少し苦しんでるから勝ち星がついてこないという、はい、でもマー君は安定してる、はい、マイケンは今年いい、やっぱコントロールだよね、はーい、でもピッチャーのもう生命線です ね、うん、そうだね、一生使えますからね、そこだけはそうそうそうスピード落ちてきてる、コントロールがいいっていうピッチャーがやっぱ日本でも勝つね、なるほど、力だけじゃダメだね今ね、ただ、はい、ダルビッシュも日本にいる時ってコントロール良かったし、はい、その精度が戻ってくれば、そりゃ勝つよ、うん、そりゃ勝つ勝つで、菊池雄星もそんなに悪くないよ、コントロール、はい、メジャーの中に入ったらコントロールのいい部類になってくると思う、うん、そしたら絶対勝てる、これからこう野手とかは増えそうですか、このなかなかこう難しいじゃないですか、野手でメジャーリーグだから打つだけで行くんだったらいける選手はいるよね、ただやっぱ向こうはさ、守れないと、うん、だってパワーのあるやつっていうのはいくらでも向こうでいるから、はい、でも日本人っていうのは何が求められるかっていうとやっぱ堅実さなんだよね、はい、堅実さと、まあできればスピードっていう、うん、野手で言えば、はい、ということはパワーは除外してるわけよ、もう向こうは、うん、見る側としたら、はいはい、だからなぜかというとパワーのあるやつはいくらでもいるんだから、はい、でも走れなかったり守れなかったり、でもそこを3秒揃った選手を日本の中で見つけてる。おー、今一番近い選手誰だと思うんですか。まあ柳田だろう。あー、やっぱそうですね、やっぱそれか、本人は意識あるんですかね、意識というか、どうなんだろうね、あんまりなんかそういう発言ってないです。ただね、言ってんのは秋山が今年終わったら行くかもわからないっていうの、はいはいはい、で、秋山が行ってできるんだったら俺も行こうみたいな、太ねえのか、いやいや、いや、やっぱり計りにかけるまあまあ、物差しみたいな一回誰かで毒味するみたいな、そう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 、ね、まあまあまあ、そうですよね、伊藤さん考えたのですか。全く俺らはそういう道がなかったもん。いや、ただね、俺らの時っていうのはあのメジャーの球団も今みたいに多くなくて、うん、あのレベルが高かったよ、うん、それはね、日米野球でね、トム・シーバーっていう昔のピッチャーが来たんだけど、はい、それは見事なフォーシームだったよ。江川さん級がゴロゴロしてた、うわ、俺らなんか、いや俺なんか言っても無理だろうね、スピードだけはついてこれたかもわかんないけど、やっぱパワー的にさ、全く無理でしょ。いや、まあ、そうですね、そうですね、なんかお前フォローしろよ確かに俺が謙虚に答えたら、はい、お前がそうでもないですよって謙虚に答える、はい、ね、このやり取りが美しいわけ。いやいや、令和違います、お前なんだお前、まっさりそうでしょうねみたいな。いや、やっぱもう好きだからこそですよ、好きだからこそメスを入れる、本当に東京のお父さんって思ってる、お前が誰がお父さんやの、お前みたいなの息子もらいたくない、お願いします、4なんでいいですよ、4なんでお前の4なんやないわ
勝つ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 入れますね勝つ